はい、ございます。はい、おはようございます。おはようございます。ございます。つい撮影初日ということで、あの、めぐさんちで、あの、めぐさんちで、こう、めぐさんのいつも撮影してる部屋に、こう、ポスターをこう、はい、貼る話をね。さあ、隙間男、ストーキングヴァンパイア2ということですけれども、うん、2からはですね、なんと、総勢5名の隙間男で、今回はお送りするわけですけれども、どうですか、その、仲間を得て。寂しくないよね。カズーです。おはようございます。おはようございます。ショーンさん。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。黒目が大きい。こうなるとね、すごい。手もありますね。おまる。3、2。僕らが踊ってるのを、サビの部分丸々取ります。初日が終わりました。今日初日ということで、その隙間とか撮影ないんですよ。みんなただ見てもらって、その肌の感じ、肌感を確かめてるっていう今日日なんで。今日シーンないよ。以上、1日目でした。悲しいこっち。最高のこっち。いいグリーンですね。これいいな。すごい。どうですか？ここら辺がちょっと初見。いけそう。人物に被ってなければ。撮影3日目です。野間さんのお宅でやらさせていただいてます。ついに自転車ですね。一応もう一回撮ります。いかがですか？ちょっとやめてくださいよ。消化していただけるって。そうなんです。本当に至り尽くせりで、もう二度とないですよ。今後の撮影ではない。撮影ではもうこの機会はないですね。ごめんなさい、本当にないです。君がそばに、東海園さんにお邪魔しまして、プールでの撮影の日です。隙間男界のプリンス、さあ、ゆうまくん、はい、今日からどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いしま す。いいですね、いい体勢ですね。塗られ方っていうのがあるんですよ。塗られ方、なるほど。はい、どうぞ。さあ、おたけ、おはようございます。今日はあのプールに入るまでのまずシーンを撮りますので、スタビライザーを使って撮っていきます。今回はね、結構スタビライザー活用してるんでね。ありがとう。いいんじゃないですか。今日はですね、撮影6日目ですね。おはようございます。今日は7日目です。ちょうど1週間で、動きとしてはこれ結構長めに撮りたいは撮りたいんで、いきます。本番鈴木和也さんと神奈川周平さんが牽引しています。水が苦手な隙間男が水を、さあ水を乗り越えて、さあ中田大地さんがまずは降り立った。さあ続いてショーンさん、そして最後ゆうまくんが、はい、たどり着きました。おめでとうございます。どうもありがとうございます。熱いと有啓太さんがいらっしゃいました。ありがとうございます。よろしくお願いします。おい、俺のです。あー
さそうですよ、良さそうです。いきます。はい、乗った。5、3、2、1、オッケーです。今日はね、ラビシが来てます。さあ、今日はスペシャルゲスト、イエイ、宝部さんがいらっしゃっております。ありがとうございます。イエイ。宝部さんはね、なんと今回のテーマソングも、そうなんです。いただいてます。そうなんです。はい、そちらの方もぜひ見どころですので、はい、よろしくお願いします。ショーン君が悲しむ隣、新馬君大丈夫です。歌うけど、ここはダメです。あの激しさ、大丈夫？それ。いや、今日コンビニで撮影ということでね、外の道は全然違う道使うんで、これ外映せないんですよ。これカンナラですよね。はい、ありがとう。いいっすね。ラブショコレートハッスルしてた方が面白そう。はい、イエーイ。1回目は今日ですね、撮影10日目ということでね、開けてください。コミュニー終了です。あー、うぇーい、皆さん、あーさ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 ー、で、11日目です。うわ、おとるおとる、こう、入ってます。この持ってるだけで、久々のタオルを奪ってください。じゃあ、やってみましょう。うまいですね。あ、はい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 、もう一回ですね。なんでだ。テンションはあの怖かったまま、その下の隙間とこ見てると、あー、はい、これでじゃあ11日目は終わりです。君がそばにいてくれる。
あ、始まります。ございますね。今続々と、はい、今日協力してくれるみんながね、はい、来始めまして、ありがとうございます。今行ってる。じゃあなんとなく今いるメンバーになんとなく踊りの流れをベルト君に教えていただいて。どうですか、思ってたよりテンポは速そうですか。速かった、すいません、すいません、あの動画がねちょっとゆっくりだったもんで、すいません、これぐらいの。ご無沙汰してます。ハル君よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やるとやるだけ、はい、あ、ここもうちょっと上手く なるなと。PDS 君とのコラボでブレイカーのスタジオで今日、はい、ブレイカーラボっていうところで撮ってるんですけど、今日の撮影はねちょっと VFX が多いんでね、うん、そのどのぐらいそれがうまくできるかなっていう。60倍いってましたね。なんで今日はねちょっとメイクされてる時に多分すごい緊張してるんですよ。あんまりちょっと顔を上に上げない。なんでいつもすごいテンション高いじゃないですか。Hey guys とかやってるんですけど、普段はすごい結構おとなしい。勘違いされるんですよ。いやそれはああいう動画大事な勘違いされるんですよ。人見知りなんですよね。いきまーす。
くそくそあくあ今日はですね、ビッグゲストに瀬戸さんが会うの自体は結構久々ですよね。今日達也さんに会って、はい、あ、こんな顔だったんだ。いや、嬉しいでしょ。こんな顔だったわ。パーティーとかなってもらっても大丈夫です、はい、いいですよ。瀬戸さんはやっぱ演劇人なんで、はい、対話劇にしたいなと、もともと思ってたんですよ。瀬戸さんじゃなくてもそういう感じじゃないですか。対視聴者の人とずっとやってる、はい、ずっとまろやかに喋って面白いみたいな感じなんで、ちょっとなんかそういう感じが少しでも出せたらいいなと。違う違うでしょ、そうじゃん、違うでしょ、そうじゃないでしょ。どうしよう。はい、OK です。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は本当ありがとうございます。やっぱり演劇人というの楽しいですね。まあ、今日最後ドタバタするシーンとか撮ってましたけど、はい、あの時は僕もずっと舞台立ってないんですけど、はい、なんか舞台に立ってる気分になる、はい、でもスカッシュさんのその一個のそのワンカットに対するその情熱というか厳しさっていうのはまあなかなかないですよね。 YouTube でトップクラスだと。急にそのスカッシュさん同士でその演出のあれが始まったりとか、僕は口出さないんですけど、結構旗から見ると面白いです。何言ってんだこいつらって。細かいこと、細かいんですよ。本当今日はありがとうございました。またぜひ機会がありましたらよろしくお願いします。またよろしくお願いします。